どうも、こんにちは、これです。今回ですけども、神バグ、この距離を10秒で行く方法、オートマチック、行きたいと思います。もう、すぐバンされそうな感じですね、もうバンやろ、完全に。俺。もう、あれ、バンされとんじゃん、あれも。何やろ、何やろな、あれ。すごいけどな、ほんま。この距離を10秒で行く方法。ある?何やろ、これ、めちゃくちゃ、あれやで。遠いでな。これも詐欺とんか、もしかして。でも、神バグっていう回答ぐらいからな。うん、どういうことなのな。10秒。ん?ん?え?え?え?行かへんよ。え、どういうこと、どういうこと。は?は?え?これ見たことあるぞ、こんな感じですよ、なんか一回。え、どういうこと、これどういうことなの。前もなんかそうビビった気せんのしか。神バグ、なんかこれどういうことなの、ほんまに。え?やばすぎやろ、バグすぎるやろ、これ。勝手にながらあれけ、もう乗っとうっていう手やな。乗っとうっていう手なんて、多分あれ。神バグやな、ほんまこれ。乗っとってもよく分からんけどな、あれほんまに。意味が分からんけど、これ。どういうことなのな。これ偶然発見したってはないやろな、多分。いや、前もこんなんあった気するけどな。あった気もするよな、確かに。うん。これやばいな。やば、これ。はい、次いきます。レッドキラー。レッドギャングさんのコースですね。もう、両コースって保証されたような思いからな、この人が作ったイコール。もう。この人はすごいからな。ん?うわ。あ、でうわ、レッドキラーや、ほんまに。あれ踏んでいけってことか。うわ。それ、ハテナ。なあ、もうハテナあるやん。ハテナ行くやろ、普通。言ってくれよ、お前っちゅん。いや、普通やろ。ハテナ、ハテナ言うとったしな、最初から俺。ゴレさん頼むで。ゴレさん。無理やろ。あの、キラーの。おぉ。イェーイ。どこ行く?あ、ブラックパックのとこが。いたー!え、なにこれ。まあ、それ使え。ほっ。これもう一回いるとかじゃないの。お。あ、もう絶対食らうと。アウト。あ、くそ。え、これどうやっていくん。え、フォーやって、フォー。え、おー、なんか出た。出たんや。あったんや。あ、倒せるやん、あれで、それで。あ、あそこ入れる、入らんでいいか。お、スターや。うわー、やったー、ゴールじゃん。え、うわー、危ねえ。すげえタイミングやったな。ファイヤーバーガー、やっぱレッドだから起床としたもんが全部使われたやろ。うわ、終わったんじゃん、これ。くそ、無理やろ、もう無理か。これかっこやな。す、いける。オッケー、落ち着け。いける。そのまま行こう。よっしゃ、オッケー。オッケー。これ、ゴール?なわけないか。え?抜かなあかんや。おぉ、そういうことか。おぉ、びっくりした。え、あ、そういうことやったやな。あ、もうゴール?やばいな。あ、そういうことか。なるほどな。それは持っとかへんかった。ゴールで。あ、なるほど、なるほど。うわー、すごいな。危なかった。脱いでまいったんや、マイさんのせいで。最初はそれせいで横行ったら。それ横行ったと、うわ、アウトやったやん、もう。アウトやったな。うん、危なかった。いや、栄光者やね、これ。すごいな。やっぱ作り込まれとんな。うん。ほんまもう赤を基調として全部やってやるもんな、ちゃんと。完璧やな、これ。うん。レッドキラー。かっこいい名前。レッドキラーってあの、キラーのレッドかと思ったら、ちゃうかった。赤色が殺してくるってことやったよな。そうやな。うまいことかけてくるな。地味、しかも靴があるもんな、そこに、A で。はい、次これいきます。知っている人には簡単なテクニックコース、パート2。まあもう、多分知っとうから。ワンパンマンの弟子。ワンパンマンの弟子け。あ、今1位の人け。らしいな。憧れてんやな、ワンパンマンに多分。憧れとんやけど、なりきれへん感じやな。これ簡単やん。これ簡単やん。へへへ。この辺はもう。まだ簡単やで、ちょっと。分かってんかね。いや、分かったで、俺。リップドロップ言うてんや、俺。言ってないやん。言ってないやん、俺。いや、多分動画ではちゃんと残っとると思う、俺。いや、言ってない、言ってない。これ簡単やん。これ簡単やん。へへへ。この辺はもう。いや、多分、ひらっこい。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 顔しちょっとだから、お前、顔で読み取れるわけない。ひらっこいっていう顔なんかないですよね。ひらを、ひらをなんか。まあ、ひらひらひら言うな、お前。お前が言い出したやんけな、ひらって。よし、行きます、次。あ、もうこれも分かった、俺。やってみようじゃん。分かったんやったら。うん、ピースイッチあれやろ。やって。ゲッパやろ。おー、かっこいいな。一発、やったーゲップやろ、いや、ま、全部やってよ。あの、知ってる人は知ってる。いける。簡単なコース。知っている人は知っているってことで。うん。もう俺知っとうじゃん。また見てね。俺絶対知っとうと思う。だって、もうマリオメーカー。オイラーマイス。
三浦のマイス。あの CM どこ行ったの。いや、それはもう、しんすけさんがあれやろ。引退した時点でもう終わりやろ。終わりへんやろ、別に会社自体は。ボイラーも困っとんで。さあ、なんかポー使ったやつ。これ見たことあるぞ、なんか。あ、これどうせポー持っていくやつやろ。最後に使うみたいな。あれちゃうぞ。ポーって書いとったからな。もう絶対せん。もう終わりじゃん、これで。簡単やな。簡単すぎるわ。終わりこれで。まさかの終わりもう初歩中の初歩やな、弟子は。弟子やからやっぱ最初はな。最初こっからなよな、うん。やっぱそのハンターハンターのウィングの弟子の寿司と一緒なんやろな。やっぱキリュアとかゴンを参考にしちゃあかんから。そうやな。ワンパンマンも多分、寿司やと思って座ってたやろな、多分この。多分。寿司クラスけ。うん、寿司クラスやな、多分このワンパンマンの弟子多分。俺が思うに。いや、お前俺余裕やわな。でも寿司でもすごいで、あれ。まあ、すごいな、うん。一般人よりはるかやばいな、あいつ。お前なんかあれでトンマちゃう？いや、俺、俺、キルアやつ、多分、おそらく。トンマゲ。いや、キルアがゴンクラスやから、俺。多分、全部一発すごいな、あれな、ベストタイムの生顔。え？ベストタイムの顔すごいな、見て。パクったやろ、ミッキーは。こっちの。誰か知らんけど、あれ。よっ、ラストね。何これ？ほんとなんだ。ヨッシーがおって。40% だけど、クリア率。C ヨッシーやろな。C ヨッシーの、どう使うの？ C ヨッシーを使うってことやで。あんたやったら C ヨッシーを。もうこれもこれ作ったら終わりやん。あらあらら、これもう終わりじゃん。そんなわけないやろ。あらさようなら。もうよし、殺すなんて。ええやん、別に。もう今日に終日やな、やっぱりでも、寿司は。寿司はやっぱ基本やな。ちょっと応用はまだ持ってんから、そういう技術がないから。ここは精一杯やわ、多分。もう寿司どれぐらい強くなったやろな。もう寿司もしかしたら出てこへんかもしれんけどな、ハンターハンターで。溶かしたの気分次第。いろいろと変な雑誌伝じておもろせん。いろいろと。あ、これおもろせん。バグか疑うならゴールしてみ。証拠見せてあげるから。ゴールしてみてもあれや、向井治の CM やんけよ。うん。やってみ？ファニーフェイス。ファニーフェイス。バグか？え？ん？何これ？お？は？え？え？何やねん、これ。ハンドや、これ。やばいやろ。これ行こう、次じゃあ。ゴール後マリオが空中浮遊している。あ、ワンパンマン、あ、師匠や。師匠来たな。じゃあ最後、師匠、やって終わりますかね。え？ん？ん？な、なんだ小さなった。うわ、あ、出てた。あ、師匠が来ちゃった。ゴール、浮遊する？おー、すげえ！ほんまや。確かに浮遊しとったな。うん、すごいな。これが師匠。師匠やばいな、やっぱり。これで気になったな。サダハルのマドレーヌ。うん、かっこいい。こんな名前で、小学生やる？まあ、やるんじゃない？マジさんやってんか、これ。最初結構当たってくれるな、一発目から。めっちゃ早いやん、これなんか。うぅ。炎好きやな。おぉ！おぉ！そんなんある？あ、罠やん、こんなん。怪しいな。絶対罠やん。よしくれる？難しいよって書いてあるけど、小学4年生にしたら難しいから、大人にしたら簡単かもしれない。どうすんのいきなり来るパターン多いからな。思った。怪しいな、あれ。あれ？え？もう終わり？ジョニア？え？フラーくれるんや。もう負けようがないよ、こんなもん。うわーい！よっしゃ！来たぜ。負けようがないな、これ。負けようがないな、これ。まあ、いいか。いや、もう持ってかれへんぞ、どっちしろ。よっしゃ、行こう。これもうゴールじゃない？あれ？え？ああ。よっしゃ。最後、お前さん、一言。締めた言葉で。簡単やった！